はい、NHK をぶっ壊すということで、令和4年2022年の11月30日夜の、まあ、まもなく20時ですね、19時59分です。NHK がもうどえらいことをしてきました。これ NHK のニュースで、ウェブサイトに出てるもので、ちょっとね、私も恥ずかしながら参議院議員、元参議院議員としてこのニュース知らなかったんですが、住民税非課税世帯対象の5万円給付金差し押さえ禁止法案成立っていうことでですね、まあどういうこれ法律が11日、まあ今月の10、あ、ごめんなさい、今月の9日に通過したかと言いますと、これも多くの人まだね、まあもらえる人はもらう、知ってると思いますけど、エネルギーや食料の高騰、価格高騰が続く中、住民税の非課税世帯を対象に支給される1世帯あたり5万円の給付金について、これ僕の YouTube でもこの間1ヶ月ぐらい前にね言わせてもらったんですけども、これについてここですね、借金があっても差し押さえられないようにするための法律が参議院本会議で可決成立しました。つまりこの法律ができていると、この5万円については差し押さえしてはいけませんという法律が成立しているにもかかわらずですよ、ね、受け取った正式の差し押さえることや給付金を受け取る権利を譲り渡したり担保にしたりすることを禁じていますなんですよ。つまりとにかくこの5万円についてはガソリン代とか電気料金や食料品が上がっているから、そういう生活に困っている人たちの生活をまさに直ちにね救済するために、非課税、住民税非課税の人に対して5万円を払うということなので、これまでそういう人たちにお金を貸してた人たちが、取り立てることを禁止する法律ができてるんですね。にもかかわらずですよ、 NHK はこんなものをやってきました。債権差し押さえ、つまり NHK はこの5万円をですね差し押さえてくるというですね暴挙に出ました。この法律については私も知らなかったので、相談を受けた時にはさすがに差し押さえされたらどうしようもできませんよねっていう話をしてたんですけど、まあこの被害に遭っているのは女性の方で、その彼氏さんがですねこの NHK の記事を見てですね、僕に相談くれて、僕もそれを知って、なるほどと思って、でですね、まあつまりこれね、こういうですね、裁判所の、これ、この今回差し押さえされた方、差し押さえされている方が何人かいらっしゃるんですけども、今日相談いただいた方の差し押さえ、債権差し押さえ命令書ではないです。別の方のものなので、ちょっと金額とかも違ってくるんですけども、まあ、差し押さえっていうのはこんな感じで来ます。このように当事者目録で、日本放送協会代表者会長、前田信輝さんと、で、これの代理人の弁護士がですね、このように東京丸の内というですね、まあ、悪名高き、ね、弁護士の写真とか、ホームページご覧いただければ、弁護士の写真載せてないんですよ。だから弁護士の写真載せるとですね、悪いこと日頃してるんで、人、まあ、いわゆる顔を指すのが嫌というかね、有名になりたくないんですよ。企業が、いわゆる NHK の味方をしている、ある意味 NHK 専属とまでは言わないんですけど、NHK の味方をし続けている東京丸の内法律事務所なんですね。で、これはまあ、いわゆる債権差し押さえされた方の個人情報はもちろん伏せてるんですけども、こんな形で来てですね、このように、まあ、この方は池田新泉州銀行ですけども、今回差し押さえされてるのは、まあ、りそな銀行になります。で、このようにですね、請求債権目録ということで、この方は令和元年ですから、もう今から4年前の裁判のものを今出してきてるんですが、私が今日ですね依頼を受けてるというか、この方以外にもらってる人がここが29年なんですよ。平成29年、もうね5年前に裁判買ったものをですね差し押さえするというようなところでですねやってきました。で、まあ、ここの額が4万7000なんですけども、最終的にここの額、差し押さえのね、こういう、ぜまあ、日頃皆さんご覧にならないので、ぜひ見ていただければと思いますが、これが、まあ、受信料そのものの額で、これが、年利 12% と言われている延滞利息ですね。で、さらに裁判の、まあ、費用ですね。これが、民事裁判をするための費用です。そしてこれが執行費用ということで、これがですね、強制執行するための費用と。
ということで、4000円、1000円、2788円と1000円とかですね。まあこれ合計すると12万2000飛び27円というような債権を差し押さえに来てるんですけど、まあ今回依頼いただいた方は総額85,802円と。で、この5万円が入った口座をまさに差し押さえしてきたっていうことなんですね。で、僕に相談を受けた後、僕の方でアドバイスをして、まずはこの裁判所の方に連絡をしてみてくださいと。いうところで、このような、まあね、特別送達郵便で届くんですけども、大阪地方裁判所のですね、第14民事部というところに電話をしてですね、書記官に相談してもらいました。で、解決方法っていうか、一応やり方は3つあると。で、1つは、一番早い方法が NHK の、まあ、代理人の弁護士ですね、この東京丸の内に電話をしてですね、この差し押さえを取り下げてもらうのが一番話が早いですっていうことを裁判所の書記官はアドバイスしてくれてます。適切だと思います。で、もし NHK 側が取り下げないのであれば、この差し押さえ命令に対しての異議申し立てをしてですね、この差し押さえ自体が正当かどうか争うのが2つ目。で、3つ目はこれ、1週間で基本的には差し押さえが終わってしまいますので、持っていかれたお金をですね、返金の訴訟をするという方法があるということなんですけども、このようにですね、非課税世帯、つまり生活がめちゃくちゃ困ってる人にわざわざ国が5万円を出して、それは差し押さえしていけないという法律まで作ってるんですよ。にもかかわらず、NHK はそのことを今日伝えたんですね、この債務者の人、女性なんですけど、で、NHK の弁護士ってここには載っていない石田さんっていう弁護士、多分新人さんだと思うんですけど、石田さんっていう弁護士が出てですね、どう言ったかっていうと、結論からするとそんなのは関係ありませんと。もう口座に入った段階では、それは給付金ではなくてあなたの財産だから差し押さえできますと。血も涙もないことを言ってるんですね。で、その法律の解釈って本当にいいんだろうかっていうことをこれから争っていくことになると思いますが、立法趣旨からすると、この5万円は困窮している生活者のために、国民のために配ってるわけで、そういう人からは、借金の取り立てをするなっていうために作ってる法律ですから、口座に入ったお金であろうが、NHK 側がその口座に入った5万円が、この非課税、住民税非課税世帯の5万円の給付だと知っておきながら差し押さえをするのは、私はこれは違法行為に当たると思います。少なくとも弁護士の倫理には反すると思います。で、これわざわざ今日、まあ、YouTube 作ってるのは、明日ですね、これ今日電話したのは、被害者というか、まあ、この債務者の彼氏さんが電話してるので、で、NHK 側のこの石田弁護士が言うところに行くと、まあ、いたちごっこになるって言ってるわけですね。これ、今回払わなくても、どっかで、まあ、いたちごっこっていうのは追いかけ続けるよっていうことなんですけど、いや、いたちごっこしたらいいじゃんって、別に払わなくていいんだから。NHK 側が取れないね、人から、このように、強制執行の手続きまで払ってやってる。これ、NHK がやれば、これ、いたちごっこって、じゃなくて、実際に、この、強制執行がこの9400飛び6円。まあ、この方の場合はもうちょっと安いんですけど、8900円ぐらいなんですけど、これ NHK が払い続けなきゃいけないんで、次もう一度ね、強制執行すると。で、まあ、いずれにしても、この法律を無視して、差し押さえするの NHK さん。石田弁護士さん。っていうことを、あえて今日 YouTube で出しておいて、明日、12月の1日に、この石田弁護士さんと、債権者の方、まあ、NHK に裁判負けて5年間ね、放置してた方なんですけど、もちろん支払う意思はないということです。支払う意思があるんですかっていうことをいろいろ聞いてきたそうなんですけど、それはもうないということで、明日はっきりと伝えます。で、支払う意思がない人に対して、差し押さえをするのかどうか、これが見物ですね。で、差し押さえをしてきたら、これは、こちらは別、新たな裁判を提起しようと思っています。もちろん、その、生活お困りの方ですから、NHK 等がこの5万円についてはすぐに被害者の女性の口座にお金を送ります。
もう裁判して争ってる場合じゃないので、国もそういう目的で生活、当座の生活のために送るお金ですから、差し押さえしちゃいかんって言ってるお金ですからね。で、まあそのお金を差し押さえするっていうのは、もう本当 NHK って、もう悪魔のような組織ですよね。これ税金とかでもこんな差し押さえしませんから。国や地方自治体もこんなやらないんですよ。サラ金業者でもやらないですよ。これやったら捕まるでしょうからね。NHK のこう、まあ、この後本当にこれを差し押さえるのかは見物ではあります。で、そもそも、これ法律の大きな問題で、まあ、NHK と今大きく声を出して、上げてますけども、住民税非課税の世帯から受信料取るのやめましょう。これは自民党さんに言いたい。自民党公明党に言いたいです。まあ、他の国会の与党にも、野党にも言いたいですけど、生活保護受給者は、受信料免除なんですよ。で、住民税非課税の世帯ってめっちゃ生活苦しいから、今回5万円を給付するわけですよね。そこに NHK の受信料がこれ半額でもないですよ。全額払いなんですよ。住民税非課税の世帯は、受信料1年間に2万6000払えって言ってるんですよ。それ決めてるのは国会じゃなくて総務省なんですね。総務大臣が決めてます。もうまあ、だからそういう意味ではちょっと自民党もこれちょっと本当に生活保護の人だけ受信料免除じゃなくて、年金生活者や住民税非課税の方も受信料免除するっていうことにやっぱしていく、これ僕そこのきっかけになればいいなと思ってます。これありえないでしょ、何度も言いますが。このね、お金持ってる僕からすれば、お金持ってる世界からすれば、月っていうか5万円もらってもあんま変わらないですよ、お金持ちの家は。電気代が上がりました。ガス代が上がりました。食料品が上がりました。でもね、この5万円が本当に生活するために必要だという困窮者いっぱいいるんですよ。200万世帯とかもっとあると言われてますよ。そういう人から NHK の職員って年収1500万ぐらいもらってるんですよ。1500万もらってる人が年収200万いかない世帯から5万円を強制的に法律の立法趣旨を無視して取り上げるなんていうのは、こうもうちょっとね、本当にお前ら血も涙もないのかと。本当そう思いますよ。それが、本当前田会長、そこは本当にこれ考えてみてください。そのお金ないとこから取るのやめましょうよ。だってお金ないとこから取ると、あくまでも NHK は一般企業ですからね、法律上は。民間企業と同じなんで、NHK がお金を持っていくと結局その人たちの生活が困窮すると生活保護費としてその人たちのお金を渡さなきゃいけなくなるんですよ。いやーもうね、これはもう取っていったら、強制執行したら即裁判します。でそうじゃなければですね、NHK は、まあ、そこは評価します。ただもちろん、まあ、今強制執行が入っているので、口座に入っている5万円は今動かしようがないんですよね。だから僕は直ちにこの被害者の女性には5万円 NHK とのお金を送ります。で裁判勝てば、あるいは NHK が強制執行を取り下げれば、それは5万円もらおうと思って返金してもらおうと思ってます、ということでね、我々 NHK 党は国の組織です。国からお金をもらってやってます。 NHK は国の組織ではありません。 NHK は国から1円もお金もらってませんからね。国営放送じゃなくて公共放送です。 NHK の財源は全て受信料ですから、NHK というところは本当に極悪非道のですね、お金さえ入ってくれば自分たちの給料は下げない、そして、いわゆる所得の少ない人を脅す、騙す、お金をむしり取る、とんでもない、これをですね、僕はやっぱり許せない、許してはいけないと思っています。ご連絡いただいたカップルの方ですね、特に男性の方、僕も知識がなくて勉強になりました、ありがとうございます。そして女性の方、明日石田弁護士になるのか、東京丸の内の別の弁護士になるか分かりませんが、頑張ってください。ポイントは録音をしながら、支払う意思はありませんと明確に伝えることです。そして、上から目線で NHK 党の立花さんにあとは助けてもらいます。この YouTube は電話の会話は録音アップロード、 YouTube にアップロードしますと、この辺をね言っていただいて、上から目線で弁護士をですね、まあ、いじめてやってください。以上です。多くの国民が NHK に受信料を不払いすることによって NHK をぶっ壊す。